大阪に住んでます。そうなん、じゃあ大変やな、移動が大変や。そう、あれが結局体蝕むからね。いや本当にそうですね、新幹線の2時間半とか、うん、それがまた週に5回6回って、あの政治でも蝕まれてんもん。そうですよね。そう、まああの人いちいち怒るから、ほらそう、ほんで無遊病みたいになって。あ、そう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 、そんなにですか。そう、うわ、俺が最初に欠席患ったも結局その移動でストレスあるんちゃうかって言われたよ。じゃあ私が気が狂いそうになってるのはまだマシです。まだマシです。気が狂うっていう。気が狂うのがマシじゃないよ。気が狂うは人間の最終やから。なりそう。なりそう。それやったらもう引っ越しなさい。なりそうっていう。なりそうやったら引っ越しなさい。遠いよな。